いやマジですごくないですか。建物だけを残して背景を変えることができます。すごっ、やば、なかなかクオリティが高いんじゃないかなと思います。王の文字とかいいですよね。こんにちは、坂井宏樹です。本日は、Adobe Firefly が、新たにリリースされたんで、それのご紹介をしたいなと思います。Adobe Firefly でできることはこんな感じで、テキストから画像を生成したり、例えば、ジェネレーティブフィルで、自動的に保管してくれるみたいな機能だったり、テキストにこういうテキスチャーを加える機能だったりっていう感じでいろいろあります。現状だとあとジェネレーティブリカラーって言って、自動的に色を塗ってくれるみたいな感じの機能も現状ではあるみたいです。ここにある 3D to イメージやエクステンドイメージなどの機能は、まだ、実装されていないらしいです。それでは早速、画面を用いて解説していきたいなと思います。概要欄に貼ってあるリンクから飛ぶと Adobe Firefly のページに飛んできます。今回はテキストトゥイメージで画像を生成していきたいなと思います。これは、文字通りテキストから画像を生成するっていう機能です。それでは、ジェネレートで生成していきます。はい、でジェネレートボタンを押すと、こんな感じでサンプルがいろいろあるんですが、今回は日本人が桜を見るシーンを生成していきたいなと思います。じゃあこの枠に、指示文を記入していきます。今回はこんな感じの英語になりました。例えば英語がわからなかったりするとこんな感じで、DeepL とかを使って翻訳するのもありかなと思います。はい、では記入し終えるとこちらのジェネレートボタンを押して生成していきます。だいたい10秒ぐらいで生成ができたんですけど、こんな感じで、画像が4枚生成されました。今だとアートもアートにチェック入ってるのでアートっぽく描写された画像が出てきてるって感じです。例えばこれをノーンにするとこんな感じで実写っぽい画像が生成できます。なんかちょっとよく見るとなんか顔の形とか変ですよね。なんでこれはあんま良くないかなと思います。これもなんか変ですよね。こんな感じであんまり良くないので指示文をちょっと変えてみます。今回は日本人が公園で桜を見るシーンで、公園っていうのを追加してもう一回作ってみます。はい、こんな感じで生成できました。なんかおかしいですよね。こういうところとかちょっとおかしいなと思います。でアクセプトレイシオっていうところで、縦横比とか縦長とか横長とかを、今だと5種類から選べます。例えば16対9の横長にしたいときはワイドスクリーンを選ぶともう一回生成してくれます。横長の方がなんかさっきの正方形よりもクオリティが高い気がします。これとかでもあんまりっすね。これとかはいいんじゃないでしょうか。でカラー&トーンでここをウォームトーンとかにすると、温かみのある絵が生成されます。でライトニングでこれは光の位置ですね、ゴールデンアワーだと夕方一回生成してみます。はい、こんな感じで夕日の桜のシーンが生成されます。なかなかいいんじゃないでしょうか。でコンポジションでカメラの位置を選べます。例えばショットフロムアボブ
上からの画像が生成できます。はい、とこんな感じでちょっとカメラの位置が上からになりました。次は飛行機から見える風景ということで、こちらの指示文を記入してジェネレート生成していきます。はい、とこんな感じで生成されました。今アートモードに入っているのでノーンにして普通の写真にしたいなと思います。なかなかいい感じじゃないでしょうか。でこれもワイドスクリーンにして16対9の画像を生成していきます。先ほどの正方形よりも16対9の方がなんか画像のクオリティが高いなと思います。先ほどの人物だとなんか手とか足とかおかしいところがあったんですが、これだと結構自然な感じでできてるのではないかなと思います。で、カラーやライトやカメラの位置などをここで微調整できます。例えばワイドアングルでもう一回作ってみます。はい、で、ワイドアングルの飛行機からの画像が生成できました。結構引きで撮られてていい感じじゃないかなと思います。で、先ほど言い忘れてたんですが、ここのスタイルで例えば、3D アートとかにするとあんま変わんないですね。ピクセルアートにすると、おー、いいっすね。こんな感じでちょっとアニメみたいな感じの描写が生成できます。めっちゃ良くないですか。はい、で次は、ジェネレイティブフィルを試してみたいなと思います。はい、でこちらのところをクリックして、今回はサンプル画像で試したいなと思います。試したい画像があればこちらでアップロードしてやることもできます。はい、で今回はこの森の中にある建物の背景を変えてみたいなと思います。でまずこのアットで、背景を選択します。はい、で選択し終わったらここに、背景の画像を指定します。今回はシティ入力してジェネレートって押します。で、10秒20秒ぐらいかかるかなっていう感じです。じゃあ、後ろに都市の画像が付け加えれました。いやマジですごくないですか。こんな感じで、建物だけを残して背景を変えることができます。すごっ。でモアを押すと、さらに、AI が D の画像を検索してくれます。あ、なんかちょっとおかしいっすね。あ、でもこれはいい感じじゃないでしょうか。ブラシサイズとかはこんな感じでセッティングから変更できたりもします。で次はテキストエフェクトいきたいなと思います。こちらもサンプルがいろいろあるんですけど、まずは左側に、出力したいテキストを入力して、右側のこちらに、このテキストに反映したい物体オブジェクトとかを入力していきます。例えば、僕の名前でヒロキって入力して、でこちらのスタイルを例えばドーナツにします。でジェネレートで、こんな感じで、ヒロキの文字にドーナツのテキストエフェクトが追加されました。なかなかクオリティが高いんじゃないかなと思います。 O の文字とかいいですよね。ここもなんかドーナツの、曲がり具合、円形をうまく利用して作られてるなって思います。で、フォントとか、テキストエフェクトで、フォントとかはこっちで変更することができます。
こんな感じで、テキストのフォントを変更することができます。色はこれはバックグラウンドのカラーとかはここでこんな感じで変更できます。テキストエフェクトはこんな感じになります。はい、いかがだったでしょうか。この Adobe Firefly はまだベータ版っていうことでちょっと荒い部分とかもあるかなと思うんですが、今後もこの 3D to イメージや、エクステンドイメージとかここら辺の機能も、どんどん拡充していくかなと思いますので、今のうちに使ってみておくのも面白いんじゃないかなと思います。はい、でこのチャンネルでは動画に関することや AI に関することをどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。